もうダメです。ワイ。ほら。あ、いっぱい寝られそうだし、うん、ご飯もいっぱい食べられそう。村松千秋です。渡辺美奈子です。じゃあ今日は健康をテーマにした撮影しようと思うんですけれども、健康に必要な要素ってどんなものがあるでしょうか？運動、睡眠、食事。ダイエットとか気にされてる？気にしますね、はい、健康を保つために歩いた方がいいのが8000歩から1万歩らしいんですけど、それぐらいの数字いくようにしばらく歩いてみようかなと思いますので、はい、ウォーキング健康的に挑戦してみましょうか。はい、スマホアプリで歩数を計測しています。普段運動は絶対しまりしません。涼しい、涼しくなったね。さっきめっちゃ暖かかったからね。うん、芝生、大地、大地、大地。もうダメです。しませんからね。しないからね。早速数分歩いてみてどうですか？いや、疲れました。疲れました。結構坂道あって。今もまだ始まったばっかりでしょ。こういうのこれは下り方が一番ね、きつかったです。増え始めてる。そうですね。私は中学の時に陸上部だったんですけど、まあ、その時はまあまあ走ってました。でももうあの細胞が全部入れ替わって、もうあの体の動かし方っていうのを忘れましたね。押されてそうなんだよね。大人になると全然ね、外出ないからね。うん、ちょっと怖いわ。我慢？ふすま？怖い。ほら、夜にはちょっと見たくないかな。どうですか？きついです。階段。きつい。4300歩、うん、じゃあもうちょっと頑張ったら、もうちょっと頑張ったら8000歩みたいな感じですか？そうですね、日常生活で、うん、8000歩行ってると思ったら全然半分ぐらいしかなかったですね。はい、どうでした今日は？結構楽しかったですよ。楽しかったですけどいやー疲れますね。いい感じに体も疲れたんで、いっぱい寝られそうだし、うん、ご飯もいっぱい食べられそう。健康のためになったかもしれないという。はい、健康に必要なのは有酸素運動、今日みたいなウォーキングが初心者にはおすすめかなと思います。そして疲れて帰ってたくさん寝て栄養あるものを取るんですけど、栄養あるものはクジラがおすすめです。クジラのお肉は美味しいだけでなく、栄養が非常に豊富で低カロリー、低脂肪、高タンパク。クジラが持つアミノ酸物質のバレニンは疲れにくい体を作ったり、認知症、物忘れの予防改善にも効果があります。体が資本のスポーツ選手や美容に気を使う女性にもおすすめなクジラを食べて健康な体づくりを目指してみませんか？丈夫ですって。ちゃんと説明も書いてあるし、結構大きいですよ缶詰。ご飯にもお酒にもよく合う。ご飯にかけたい。お土産としてね、買ってみたいと思います。いいかも。